行きます。
めです。3日目です。紫キャベツが安かったので大量に仕込んでます。一つは普通に乳酸菌漬けにして、で残りは今日のお昼に食べるサラダを作っていきたいと思います。これこんだけあってたった2ユーロってこれで2週間ぐらい持ちます。で大体
PC のとこなんですけど、芯の残りもまだ少し残ってるので、ここは普通に煮物として使います。で、乳酸菌漬けはもうすでに他の動画であげてるんですけど、ここにいろいろ胡椒系ですね、とあとマスタードシード入れます。結構ぎゅうぎゅう詰めにしても大丈夫です。これが揚げ系ですね。ローリーに入れて、これが前回作ってた乳酸菌漬けの残りの汁です。これがすごく重要です。発酵がすごく早くなります。で、これを3分の1、この瓶の3分の1ぐらい入れて、で 30% のお塩が入ったお水です。これを満タンにします。これ発酵してくると溢れてきちゃうので、一旦ちょっと台所に置いといて、落ち着いてきたら普通にきつく蓋を閉めようと思います。玉ねぎをちょっと、これぐらい残ってるんだけど、玉ねぎを生のまま、レモンの皮ゼスト入れます。塩をまあ一つまみぐらい、小さじ1ぐらいかな、入れます。で、よりよく混ぜて、これ結構ね手が染まっちゃうので、気になる人は手袋してください。で、塩が馴染んだら、ここにさっきのこの皮を剥いた残りですね、このレモンをギュッと絞ります。で、これがちょっと面白いんですけど、見ててください。化学反応起こりますんで、わかるかな。じゃじゃーん、このキャベツの色がピンク色に変わっていくのです。かわいいね。わかるかな。紫色だったのがここピンク色になってるの分かりますか ね。自然のものって面白いね。こんな色がついてきて面白いね。まあ、普通にナチュラルで食べたい人はここで OK ですけど、私はちょっとディジョンマスタードと小さじ1ぐらいかな、ちょっとねパンチを効かせて、もう少し酸っぱくしたいからリンゴ酢を入れます。 OK かな。うん、おいしい。で、レモンを取り外して、最後にオリーブオイルを回し入れます。たっぷりたっぷりちょん。できた。これでだいたい1週間分のサラダになるのかな。でもまあこれもできれば3日ぐらいで食べた方がいいかなとは思うんですけど、まあ持てば1週間持つかな。いただきます。でもすぐ食べちゃうね。うん、おいしい。さてさて、出来上がりました。キャベツの芯もですね、実はすごいここなんだろうな、果物みたいに結構甘いんですよね。この硬いところを取ってあげると、うん、歯が大丈夫な人は使ってください。私はこれをぬか漬けにします。最初に買った2ユーロのそのキャベツなんですけど、直径がだいたいそうですね15センチぐらいかな、結構でかかったんですけど、すごい2ユーロで安かったので買いました。で、これが乳酸菌漬けで、これが普通に食べれるサラダで、これが
昨日の夜頑張ってスライスした、だいたいキャベツ4分の3ぐらいで作ったシュークルートですね。これ1週間ぐらいこのままお外に放置して発酵させます。で、昨日の夜にくず野菜のところはじゃがいもと人参と一緒に煮たんですけど、それは昨日の夜食べちゃって、で、これがその残り汁と今日出た、野菜くずですね、それをオートミールと一緒に煮たので、これが朝ごはんとなります。いただきます。うん、昨日の野菜のだし汁が出てめちゃめちゃ美味しい。コーヒーもいただきます。朝から頑張った。キョエー、漏れてます。まあ発酵が進んでる証拠なので、今日で2日目なのでまだそんな酸っぱくはなってないと思うけど、まだまだだな。軽くシュークルート、おお、すごい発酵しとるな。酸味が出始めたけど、まだ少し苦味があるから、まだもう少し発酵が必要です。じゃあ乳酸菌漬けで、ぷくぷくしてきてますね。で、ちょっと水分が出てきたから、このキャベツの上が出ないように、この上が出ちゃうとカビが来ちゃうので、なるだけよいしょ、押し込んで押し込んで、ちょっと味を見てみますかね。うん、あ、こっちはもう甘みが出てきてる、まあ、早いな、もともとの菌があると。今度はもうがっつり締めても大丈夫だと思うので、きつく締めて、あと3日ぐらい常温に置いて味を見て、発酵完了だったら冷蔵庫に移します。ちょうどパンが焼けたので、パンに挟んで食べてみようかな。めちゃいい感じに焼けてますな。ディジョンマスタードをとスプラウトと、こっちがかなり発酵されたシュークルート、こっちがまだちょっと浅い、まだちょっと浅い浸かりのシュークルート。まずはちょっとこのままいただきます。うん、パンも美味しい。やっぱり超発酵のシュークルートの方が全然うまい、マスタードと合う。このシェーブルチーズと、
ます。発酵食同士のチーズの発酵と野菜の発酵とめちゃめちゃ合う。